私は現在、福島県の医科大学というところで、準教授をしておりますけれども、教育とそれから研究をするというのが、私の職務でありまして、研究については、細胞の増殖と関連するメカニズムの解明ということで、いろいろな機会を使って研究を進めています。で教育については、医学部の学生さんの 学部生、それから大学院生の指導を行っていまして、えー、そうですね、あの、まあ、代謝性科学、生,生物科学、病態性科学とかいろいろな科目を、えー、講義しています。